はい今回は翼の塔根本亮介さんがまるまるをしたと炎上している件こちらを調べてお伝えしていきます今回もよろしくお願いいたしますあのこの根本亮介さんの内容ですねまあいくつか取り上げてるんですがまあ、僕のところにいくつもご意見があのありましてちょっとその中からま気になるご意見があのありますであの正直に言いますが全く僕がね一言も言っていないことまでなか思われるみたいなので全くの誤解ですから。 あのまあ、そういったことも含めて、ねえーまあ、お,お伝えしていきます。別に僕はあの今回、この東京15区の補選で、ね、根本良介さんの動きに注目してますけど、黒川さんとかね、僕が応援してるのはあの令和山本太郎さんだけなんですよ。でそれに関してですね、えー、何かね、えー、その応援してるところを令和から翼の塔に変えたのかって別に変えてません。そして別に変えた後も一言も言っていません。この15区の補選で根本さんがどういう動きをしてるのかっていうことを注目して、それを調べて、 思うううことをお話し,してていいいるっていう、まあ、そういっそで,すよでかなりですね疑問に思ったことがありましてなぜ根本亮介を応援するのかとかねおかしいとか間違えてるとかって言うんですけどいやまずそもそも何がですかっていう話なんですよ僕からすればね。 であの今回、えー、こう知らなかったんでた多分こういったことを言われたんで、ね、調べてみたんですがおそらくその根本さんがです、ねえーまあ、あ,ある人物の,なんていうのかなあそれを振り払ったということでそれがまあ丸力ということ、えー、なんでしょうけどそもそも、ね、僕あのそんなことがある前からあ言ってるわけじゃないですか例えば小池百合子と乙武の件とか、ね、維新の会の件とか日本保守党の件とかその時、まるまるないですよねまるまるしてないでしょ でああのまあ、これも別に誤解がないようにお伝えしますが別に考え方は人それぞれなんですよ。で別にあの僕はこう思うっていうだけの話で、ね、それを例えばリスナー様にねあのこの考えがどうのこうのって別に押し付けてる気は全くないですからえ僕はこういうふうに、えー、思ってますっていうことに対してね間違ってるとかおかしいとかっていうのも別に僕はそれもあのはっきり言って疑問ですけどね。だってあの そんなことをあの例えば完全に分かりませんけど何かしらがおかしかったら取り上げないですからだっておかしいって分かってるわけでしょっていうかもっと言えばですよ 根本良介さんの言ってることが発言内容ですよ。正しいわけですよ。で、例えばね、えー、小池合子の学歴詐称だったり、維新の売国だったりね、えー、日本保守党の有事に向かうって、そっちの方がおかしいんですよ。だから、んちょっとうまく言えませんけど、おかしさの代償で言うんであれば、根本良介さんは小です。まあ、もっと言えば言い方が悪いだけ。で、その言い方が悪いことをすべて、言い方が悪いから言ってる内容も悪いんだって、むちゃくちゃですよ、それ。全く僕、むちゃくちゃだと思います。で そういったものが、あの何、ー、ていうのかな、SNS 上にえ溢れてるんですよ。わかりますか翼の塔の根本良介さんイコール悪みたいな。いやいや、なんでそれちゃんと中身見たのって話でぼ。僕が調べてる限りですよ。僕みたいなこと言ってる人っているんでしょうけど、非常に少ないと僕は思うんですよ。だから、まあ、僕に思うこと、お伝えできることっていうことで。 精一杯お伝えしてるわけですす誤解がないいよように言いま分からなかったら言いませんから、うん。だって何がどうなってるか僕に分からないわけでしょ、調べても。だからそ,そ,その場合はそんなことは言いませんので、少なからずあの聞いていただいて、まあそうかな。で、その上で考えが違ったら別に違ったんでいいんですよ。でも逆を言えば別に僕はね、リリスナー様にそんなおかしいとかそんなこと思いませんから。 まあ、同じふうに思っていただける方がいればいいですしね、えー、そうでなかったらそれはそれで考えが違うんだなっていう、それだけなんでね、全く僕にとってはそ,そういうことは理解できません。おかしいとか間違えてるっていうね。うん、だから、あのそういう意味で考えを人それぞれっていう、まあそれを思ってね、あの聞いていただければと思います。でその僕なりに調べたことがあ,あるんでね。で このおそらく今大きく炎上してる根本良介さんの件あるじゃないですかあ根本さんがあ、ね、その誰かをこの振り払って、えーね、その人が倒れたっていうまことでしょでそれがまるだっていう,うまるを振るったんだっていうことで炎上してるわけでしょでもさあの全然例えばこういったことをしあの調べないんだけど僕は調べたんですよ根本良介さんの言い分ってあるじゃないですかそれは全然聞かないの。 片方だけとか、あとマスコミのその切り取りでしょ、うん、映像の切り取り、あるいは知,知りませんけど、SNS の有名人のき切り取りでしょ、うん、それで、えー、根本良介さんが悪いっていう、そのレッテル貼りでしょそれってどうなの僕それ、そのことの方がおかしいと思うけど。うん、じゃあ、例えば根本良介さんは何を言ってるのかっていうことなんですが、ご本人、こういうふうにおっしゃってるわけですよ。うん、俺が逮捕されていない、うん。それが全てだっていうことなんですよ。 当然、この根本亮介さんが振り払ったところの現場には警察官がいたわけですよね。えもし、その○○をしていたっていう場合は根本さん、現行犯逮捕の可能性が出てくるわけですよ。でも、そうなってないわけじゃないですか。何かあるんじゃないかなって思いませんか僕はそう思うんですよ。で、例えばね。 あのー、さっき言いましたけど本当にね何も中身を伴わない何を言ってるのかわからない単純にそれこそねなんかまあ聞いててまあ別に僕はそんなことはないですけどこう根本良介さんに対してね「えー、やからだ」とかね「893だ」とかっていうかそれどん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 レッテル張りしてるわけでしょでこの人が悪いっていうことを言ってるんだけどそんなことはないしむしろね僕思うんですけどそういうことを仕掛けてる人間がいると思いますよ。 例えば根本さんとか黒川さんがまともなことを言うんでそれが気に入らないから、うん、例えばね、えー、この人間言い方が悪いからもう全て何も言い方の悪いやつは言ってるの間違ってるんだみたいないやいやそれは言ってることの内容を聞いてみましょうよ、うん、言,ってること言ってることの内容を聞いてみて内容がね、えー、もし本当に悪かったらあこの人はダメだなと別に思えばいいじゃないですかじゃあ言ってることの内容を聞いてみてあこの人いいこと言ってるなって思うんですよだから僕この件取り上げてるんですよ 例えばね、音竹と小池百合子の件ですよ。で、えー、このでこ,これはね、例えば根本さんは、まあ、それをおっしゃってるのかどうかわからないですよ。別に根本さんもちろん悪く言うと、そのことじゃないですけど、音竹、 の女性問題を指摘したり、何せね、高域よりこの学歴詐称あるでしょカ、カイロ大学。カイロ大学を卒業してないわけじゃないですか、ほぼ高確率でね。カイロアメリカン大学に入学して、カイロ大学に編入して、ね、そのカイロ大学の卒業証を偽装したっていうことを、それを一人の,、ね、その政治活動をしてる方が問いかけているわけですよ。今までこういったことがうやむやになっていたわけですよ。うん、それに声を上げるっていいことじゃないですか。 別にこう言い方がいいとか悪いとそれは別ですよ。全くだから内容が別に考えないといけないんですよ。言い方がいいか悪いかとですね、言ってる内容がいいか悪いかでは話が別ですから、それをですね、いや言い方が悪いんだから、言ってることまともなわけねえじゃないかって、その言い方って僕はおかしいと思いますからね。だから、じゃあ僕がのの根本さんがおっしゃってることを言いますよ。別に言い方も悪くないはずですよ。まあ、ちょっと言い方が悪かったら申し訳ないですってことで言いますけど、 あの,この小池百合子の件ですね、うん、この話に、えー、進展がありまして、えー、黒川敦彦さんと根本亮介さんがですね、えー、小池百合子を国家賠償で提訴したっていうニュースがあったんですよ。いやいや、これ、頑張ってほしいところじゃないですか、この学歴詐称した可能性の高い人間が東京都知事をやっていて、また東京都知事をやろうとしているっていう、完全に売国でしょ、それに関して意見しているわけじゃないですかい、いいことしてると思いませんか。うん だから、あのまあ、C といえばね、理想を言えばですよ、根本さんのされているこういった行動でもうちょっとね、えー、言い方、表現もね整っていればいいのかもしれませんけど、これっていうのはどういうふうに思われるかわかりませんが、あの短い、えー、その選挙の時に、えー、その短期間でそんなことを言ってられないから、少々言葉づけが悪くなるんじゃないかと、僕はそう思ってるんですよ。別のの丸力あのこうに あの肯定してるか容認してるそんなことではないですよ、うん、でまあその丸翼の件もいろいろおかしいところがあるんですよだまず、えー、小池百合子の件、えー、国家賠償で小池百合子を提訴したと黒川敦彦さんと根本亮介さんそういった状態になるとで維新の会に関しては売国ね維新の会って売国党じゃないですか売国政党でしょ、うん、自民党の別増体じゃないですか その維新の会に対して根本さんは上海電力の件をね明かせとかね例えば大阪万博に国民が反対してるんだって言ってることまともじゃないですか僕だって大阪万博おかしいんじゃないかって言ってるじゃないですか言ってる内容まともでしょ、うん、って思うんですよで、えー、一番のこれ今回の問題なんですけど日本保守党なんですよね、うん、で、あのー、これっていうのはいろいろ難しいことがあるのかもしれませんが単純にですよこういうふうに思っていただければと思うんですよ あの日本保守党が力を持つとどん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 日本が有事に向かいますよ。それでいいんですか僕はそれが嫌なんでこの話をしてるんですよ。で 日本保守党っていうのは多分リスナー様のコメントをね、えー、読ませていただいて僕も同じこと思うんですが日本保守党ってイコール自民党なんですよ。まずそれにあの気がつく必要があるんですよ。全然それに気がつかない人がいるんでね。えー、あのだから例えば百田直樹が言うわけでしょ。自民党が嫌いだからどうのこうのって言うんだけどでも前も言いましたけど有本香織がですね、えー、その自民党と。 ゆくゆく、そのなんていうの、一緒にね、組んでもいいみたいなこと言ってるわけじゃないですか、いやいや、本当に嫌いだったら、そんなところの政党の人間で組むわけがないじゃないですか、だからこれっていうのを言葉で言うと、端的に言うと、こう言ったことです。日本保守党の役割っていうのは、与党、自民党の支持者を逃がさないための、まあその受け皿です。の作戦ですこれ うん、そういうこと、でそういうことを別に根本さんも言わないし、まあ、僕はそう思ってますしリ、リスナーさんもそう思ってる方、あのいらっしゃると思うんですね。で、僕らには分かりませんけど、その有本香織の発言からわかるわけですよ。だってね、えー、有本香織が自分で、えー、動画で話してましたけど、自分のところに自民党からいろんなことを言われることがあるって、いろいろ、そしてその話をして、ゆくゆくは一緒に自民党とやるって言ってるんですよ。おかしくないですか だってってて自民党党が嫌いでで日本保守党を作ったんでしょう僕それも嘘だと思ってますけどね。なんでかっていうと安倍応援団だから。だから簡単な話なんですよ。日本保守党っていう安倍応援団。で、自民党の中にいる安倍応援団。それらが裏でつながってるんではないかっていう、そういったことの、まずね、えー、ことを考える。そして考え方はいろいろっていうことなんですが、一番はこれです。皆さんもこれを思ってください。これを思わなかったら、本当に日本が有事になります。日本保守党っていうのは ウを積極支援すするって言ってて言んですよだから、右を支援しちゃダメだろうウもろも支援しちゃダメだろ外国のその有事に首を突っ込んだらダメなんだよ。足を突っ込んだり首を突っ込んだりしたらね。だから、なぜそういうことをするのかっていうことを考えると、そこから導き出される結論っていうのは一つなんですよ。あ、日本保守党っていうのは、その例えばうと何かの関係がある。まあ、うっていうか、 米とウト、イスラエル、そういったまあ西側諸国との何かしらのつながり、まあ、利権だったり、利益だったり、そういうことがあるんじゃないかと思うんですよ。でそうじゃなかったらね、まあ、例えば、僕は日本保守党が大っ嫌いなので、全く支持しませんけど、うん、じゃ日本保守党が本当に保守っていうんだったら、こういうふうに言ってみたらどうですか、私たちはあ、ね、日本の有事を回避するために、その諸外国との有事、そういったものには一切首をあの突っ込みませんと。 日本を守っていくためには憲法9条がありますので、えー、その、ね、考えを重んじて、えー、日本の有事を避けることを、えー、思ってます。そういうふうに言ったら僕はあの応援しますよ。だって言ってることまともじゃないですか。まあ、絶対言わないけどね、そういうことね、うんだ。だからそういうことを言わないからね、あのやってることがあの汚いっていうことを言ってるわけですよ。で、そのことを例えばあのね、 ね、根本さんはなな形でで追求しているわけじゃないですか、ね。多分リスナー様のコメントを、ねえー、読ませていただいて僕も思いますけど分かってるんですよ分かってる人は百田、うん、直樹っていうのは自民党の別動隊だなっていうことで、うんまあ、もっと言えば自民党の補完勢力だなっていうことを思ってるわけですよでそれを言い方がいろいろありますけど親米保守っていうんですが話になりませんからね も,うも,うもう新米って言った時点で話にならないんですよ、わかりますか、日本国内の在日米軍の基地のことについて、ね、え考えなかったり、日米の関係を、ね、え見直すとか全く考えない、だから、どこにも保守じゃないじゃないですか、保守だったら日本の独立を考えるでしょう、まあ、そもそも日本が独立していないということは分かんないのかもしれませんけど、日本は独立してませんからね。 日本国内に、えー、ここまで多くの在日米軍の基地があって、治外方権で入れない、えー、好き勝手されるっていうことは、それっていうのは独立国家ではないでしょ、そういうことをされてるわけでしょ、だからその日米の関係を見直そうって、そういうことを口にするんだったら、ああ、そうだな、日本のことを考えてくれてるなと思うんですが、口を開いたら中国っていうんでしょう、いや、中国関係ないでしょ、意味は分かんないでしょ、今、なんでそのお関係ない外国の名前が出てくるのって、でこれっていうのはそういった作戦なんですよ、その作戦にまんまと引っかか,かってるんですよ。 日本国内における問題は何かというと、自民党、自公政権、あるいは米との関係です、でそこにあの目が向くといけないから、全く違った外国のことを言い出してね、例えばその外国がなんか日本に何かしてくるんじゃないかとかって言って、そうだ、あね、ななんか武装しないといけない、軍事費を拡大しないといけないって、周りもあってその金がアメリカに行くんですよ、日本の大企業も一部それに関係して利益を、ね、得てるんですよ、そういったことを考えなければいけないんですよ。 別に僕は自分で保守とかってそんなことは言わないでしょ、だけど少なくとも日本の政治とか、日本のことを考えているんだったらこういうことが必要です、だから僕はいつもお伝えしてますが、保守という言葉を使うんであれば、山本太郎さんが本当の保守の政治家だと思います、でこの話をすると、なぜか批判されるんですが、黒川敦彦さん、根本涼介さんも保守の政治家だと思います、少なからず日本保守党に比べれば、よほどまともなことを言ってますよ。で なんでこういうことを追求しないのかっていう疑問があるんですよ。で、僕とか、あのこの政治のことに関して詳しいリスナー様っていうのは、多分こういうこと,と、同じことを思ってるんですよね。まあ、あの多少は考え方の食い違いがあれど、お,おそらくその根本的には、多分この僕がお話ししたいのことを思ってらっしゃるんですよ。で、ちょっともう一回ね、えー、このお話を繰り返しますけど、 あの根本亮介さんがね、この丸浴を振るったんだなんとかって言うんだけど、その現場には警察官がいたんですよ。で警察官ってのは当然根本さんを見てるわけじゃないですか。根本さんが、まあの丸浴をした場合、そ現行犯逮捕されてるんですよ。だけど、されてないでしょ。うん、それ違うんじゃないのしかも、現行犯逮捕もされてないし、容疑すらかかってないんでしょ。で、これ、根本さんがね、本人がおっしゃってる話がありまして、僕はこの根本さんの発言が正しいと思うんですよ。だから その客観的解釈を考えて、例えば根本さんがもし丸力を振るったんだったら、その場でね、えー、もう、ね、警察にあのね逮捕されてるじゃないですか、そうなってないわけよ、うん、警察はその現場にいた、でも根本さんが丸力を振るったっていうことになってるけれど、現行犯逮捕されていないと、で根本さんご本人はあのこのようにおっしゃってますよ。 警察はあその時の状況を分かっていると。でこの荻野っていうんですか荻野が根本さんに必要に必要に付きまとって妨害して根本があねえー あ根本さんに荻野が寄りかかっていたっていうことなんですよ。だから、まずね、これって多分こういうことじゃないこ、これは正直に言いますよ、僕は現場を見てないから分かりません。で、別にあの根本さんを肯定してるとか否定してるとか、そういったことではないんですよ。この件が何だったのかっていうことを考えてるんですよ。で、世の中的には SNS で根本さんを叩くみたいな、そんなふあの感じがあるでしょ。僕はそれ自体おかしいと思ってますから、だって僕が言ってるようなこと言わないじゃん。 あの物事には2つ言い分があるんですよ。双方の言い分があるでしょ。それ片方の言い分をまるっきり聞かずに、うん、根本は輩だとかね、893だとか、言い訳分かりませんからね。うん、だからそ、そういうのをきちんと考えれば、こういうことですよ。根本さんとこの荻野、まあ、まあね、まあ、じゃあ根本と荻野にしましょうか。根本と荻野の関係ですけど、 荻野が根本を必要につきまとって妨害して寄りかかるっていうことを荻野がしていたとでその荻野を根本が振り払ったんだよでその振り払ったところだけを切り取って、えー、ね根本は丸々してるんだとかって言うんですけどただしこれ根本さん本人が言ってますけど あのこの荻野っていうのが寄りかかって、えー、自分に、えーねえー、そういうのをしてきてでそれを振り払ったらこの荻野っていうのは大げさに転んだっていうことなんですよだから自分は何も悪くないって根本さんは主張してますよ、うん、この主張正しいんじゃないですか僕思いますけどだからさっきも言いましたけどもしも根本が悪いんだったら根本その場で現行犯逮捕されてるでしょされてないでしょこの事実関係かからら考えてみたらどうですかだから僕はあのこれをリスナー様に言われたから調べたんですよでこの 荻野が根元に寄りかかって妨害してるっていう部分を全て隠して振り払った根元のところだけを出して根元がね丸々してるんだってこれはおかしい人間なんだっていうそれに踊らされてるんじゃないの僕そう思いますけど。 で全然こういうことを言う人いないでしょ、いるのかどうか分かりませんけど、僕は見た限りいなかったんですよ。だから僕はそこにね、今、思ったことをお伝えしてるってことなんですが、うん、おかしいでしょ。で少なくともさ、じゃあ僕みたいなこういった意見もあってさ、でもその結果考えて、やっぱりね、こうこうこういう理由で根本がおかしいんだって言うんだったら、まだ話はわからんでもないよ。でも本人の話を全く聞かずさ、そういうことを言うって、全然おかしくないそれマスコミの切り取りなんじゃないのマスコミか。 それこそ SNS 上に出てる人間の一部切り取りなんじゃないの僕は東京15区の補選に関して2つ気にしてることがあるんですよ気にしてるというか気になってることがあるんですよ一つはあのリスナー様にお話ししましたが須藤元気さんが通ることこれを願ってます本当に心の底から僕これ願ってますまだあと数日ありますんで 立憲の酒、ね、井夏実さんが優勢かもしれないし維新の会がね追ってるとか日本保守党の飯山明が追ってるとかもう日本保守党とかもうはっきり言いますが日本保守党とか維新が、ね、政権中枢にって終わりですよ、うん、だから前も言ってますけど自民公明維新国民民主日本保守党参政党っていうのは 憲法改正派なんですよそういったところが政権の中枢にあった日本が有事になる可能性が非常に高まるんでそうなってもらいたくないんですよ別に悪口を言ってるわけじゃないんですよそういったところをやめてもらいたいっていうのはそういった理由があるんですねだからそうでないところだったら別にいいんですよただ,ただそうでないところって令和か社民か共産しかないんだけどね、うん、だからあ須藤元気さんがあ通ることをまず願っています でまずそれが1点で、もう1つあるんですよ、この根本亮介さんが、例えばこの今回であれば小池百合子の件であったり、維新の会の件であったり、日本保守党の件であったり、そういったおかしいことを1つずつ明かしていっていただけるんじゃないかって、僕はこのことも注目してます、でそれに関して多分、リスナー様のね、ご意見があるかもしれないんですよ。 なんかね、うん、ど,どうせ、えー、根本は選挙に通れないだろうとかって言うかもしれないけど確かに根本さんがちょっと東京15区の補選であのー、ね、えー、通る可能性っていうのはちょっと正直低いあのー、厳しいところがあると思います。だけど別にねなんて言っていいのかわからないけどでもさ国民が思うことを言ってくれてるわけでしょ。言うなれば 東京15区の補選では通れないかもしれないけど国民の思ってる思いとかそういったものを代弁してくれてるわけでしょなんでその人をそんなにアーダコーダー言うんですか僕は意味が分かりませんよはっきり言って言うんだったら小池百合子とか音だけでしょ小池百合子とか音だけとか維新の会とか日本保守党でしょそこにそういったあ、ねえー、反対、えー、意見が出るんだったらわかるけど何ですか日本保守党に全然反対意見が出てないような感じでしょ だから僕はそっちの方がおかしいと思ってるけどねで、それに関して根本さん頑張ってるんですよ、根本さんも黒川さんも、だからそういうことを、ね、僕たちに、それこそ僕たち日本国民が日本のことを考えるんだったら、そういう人の声に耳傾けることが必要なんじゃないので、最後に誤解がないように一つだけ言いますけど、じゃあ根本さんをそこまで応援してるのかって言ったら、僕は根本さんを正直応援してないところがあるんですよ。日本が核武装するとかって言ってるんで、僕はこの部分には賛成できません。 だけど、じゃあ、ねえー、根本が悪いか、そんなことは全く思いません。うん、まあ,あ、この核武装するって言ったことに関しては、かなり疑問があるんで、そこは賛成できないですし、その憲法に対する考え方が違うところがあるんで、そこは賛成できないしね、別に全面的に押してるわけじゃないですけど、今回の東京中国の補選で根本さん、頑張ってると思いますよ。根本さん、黒川さん、頑張ってますよ。 だからその他のね例えば日本保守党とかまあ立憲もそうですよあのまあ立憲を応援してる立憲のね酒井夏実って人を応援してる人いたらねあれかもしれないんであのちょっと言いづらいところがありますけどなんであの話し合いに出てこねえんだようん。僕はあんまりねあの令和の櫛渕さんがあの立憲の応援に入ってるからあんまり言いづらいしこれは多分令和の支持者の中でも考えが分かれると思うんですが。 僕は令和を応援してますけど今回の東京十五区補選は須藤元気さんに頑張ってもらいたいと思ってますよ。で多分令和を応援してる人の中でもそういった考えの人はいるんですよ。でその僕があまりねその酒井夏実さんのことを悪く言うとですねあののー、ね、その令和を支持、まあ、してる人たちからよくね、思われないのかもしれないんでちょっと言いづらいところもありますけどなんでその話し合いに出てこねえんだよだから言われるんだろ日本保守党の支持者にあのボロボロに言われてんじゃねえかよ。 政策何も言い返せねえからってで実際立憲というのは言い返せないんですよただし立憲は一つだけ憲法改正に反対してるからそこだけその考えがある限り、まり、あ、今回ねでもはっきり言って最悪の選択肢がじ、まあ、自民党、まあ、自民、維新え日本保守党なんでだから今回の、ね、東京15区の補選で維新あるいは日本保守党が通るっていうことは自民党の別動隊が通っていく,くってこと同じ意味なんですよだからそれを国民は防がないといけないんですよそういった意味で立憲とかあるいはですね 須藤元気さんが通るってうことを願ってるんですけどその過程においても立憲民主っとおかしいところあるでしょ、うん、な,なんでさ消費税減税答えねえんだようん。また消費税上げる気かって僕そう思ってますからねだからあの考えは例は山本太郎さんを応援して応援してますそれは何も変わりませんだけどこの東京1 5区の補正に関しては思ってることはいろいろありますで そ,その東京15区の補選で根本さんは何をしてるのかっていうと日本国民が関心を持ってるど真ん中をどん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 ついていってるわけでしょ、うん、だからなんでその人の話を聞かないのかなって僕は疑問ですよ、うん、根本涼介さんに対して「やから」とかね「893」とか意味不明ですよはっきり言っていやそれはね言い方とか見た目の問題はそうかもしれませんよだけど単純にそういうことじゃないでしょ で特に今回の件なんて根本さん切り取られてるわけじゃないですかそれ国民が気が付く必要ってあるんじゃないですか僕はそう思いますよだから根本さんの言葉とか黒川さんの言葉を聞かずにね、うん、あいつらはどうのこうのとかね言ってること自体、えー、おかしいしそういう風になったらこの先どうなるかってあの明白ですよ日本が崩壊するんですよ、うん、だってあのきちんと調べて思ってる人の意見に国民が耳を傾けないんですから あいつは口の利き方が悪いなとかね、いやからだなとかね、893だな、うん、聞かねえ聞かねえって、うん、聞けよ。いい,い,いこと言ってんだから。少なくとも一回話を聞いて、この人は何を言ってんのかって思う必要が、 ありますからね僕はそう思ってますよでその例えばねその根本さんの話を聞いて、うん、言ったら悪いですけどあこいつダメだなと思ったら別に取り上げもしませんよだってダメなのか取り,取り上げる価値がないでしょでも実は根本さんっていうのは黒川さんもそうです,すごくいいことを言ってるんですよでおそらくその言い方があね、えー、ちょっと、まあ、表現方法が悪いで別に僕は根本さん黒川さんを擁護するわけじゃないですけどあのもうそれしかないんですよ方法が。 だってその根本さんとか黒川さんというのは、ね、その翼の党って別に翼の党がどうのこうのとかじゃないですよ翼の党根本さん黒川さんというのは知名度からしたら圧倒的に低いわけでしょでおそらくですよこれは多分合ってると思うから言いますけど根本さんも黒川さんも後ろにね、うん、遠丸とかせんべいとかそういったものがいないんですよじゃあ日本保守党は多分いるでしょ遠丸がいると思いますよ。 だから同じ無名からスタートしても、かたや日本保守党っていうのはそういった力を,を、ね、得て、どん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 知名度を上げていってる。で、おかしいこと言ってるわけでしょ。有事、有事皇帝みたいなこと言ってるわけでしょ。で、かたや、ね、根本さんは何もその後ろ盾ないわけでしょ。その中で頑張ってるわけじゃないですか。だからそういう人の話を聞くあの価値は僕はあると思いますし、少なくとも僕があのこのね、あのコンテンツをリサーチしているときに根本さんを否定するものばかりじゃないですか。 だからそれが別に正しくないんですよ。少なくとも調べてみてそうじゃないなって思う人っていうのは必要だと思うんですよ。で例えば僕はこういうことを言うとですねあなんだ根本をねなんか応援してるのか黒川応援してるのかだから話を聞いていいと思ったものをいいって言ってるだけです。で別に僕はその考え方にそうない方に関してねおかしいとかなんて全く言いませんから僕はそう思ってます。 で皆さんも同じ考え方を守っていただいている方がいらっしゃったらいいなと思いますし、少なからず今回の件に関しては、別に僕はその根本さんのことを取り上げてますけど、全くおかしいと。だからコメントをあの読ませてていいただいて あの多くの方がですね、えーその、根本さんの言ってることは正しいと、まあ、その僕みたいなことをちょっと言ってるかわからないですけど、ね、言い方が悪いとかその、ねえーまあね、なんかルックス的にはどうのこうのって言ってるのかわからないですけど、大体多くの方っていうのは、根本さんの言ってることは正しいですよねとかね、その日本保守党の,、ね、その有事に向かうそのっていうのは考え方的に非常に懸念されるものがありますよねっていうことを、多くのリスナー様が思ってるわけですよ。で僕もそう思ってるんで、まあ、そう思うことをお伝えいたしました。 この根本良介さんの件が炎上してるんで僕なりに調べて、えーまあ、分かったこと思ったことっていうことなんで何かご参考にしていただければと思います別にあの間違っても誤解がないように言いますけどこの考え方が絶対正しいとかそんなことは言ってないですよまあ僕はこう思ってますし僕は自分で正しいと思ってますがその判断は聞いていただいている皆さんに、えー、お任せしますということで、えー、今回はここで終わります最後まで聞いていただきましてありがとうございました失礼いたします